はい、皆さんどうも、ヤミティです。今日はオイラーの公式の証明と結果というものを紹介したいと思います。オイラーの公式というのは皆さんご存知だと思うんですけど、E の IX 乗イコール c o s x プラス I3X という式ですね。で、これ最初はおそらく高校の段階とかで習う人は習うと思うんですよ。ただしですね、この E の IX 乗という定義がなかなかなされないものですから、まあ、略記号だというふうに導入されるたこともあるかもしれないんですけれども、これはきちん,きちんと意味があります。c o s x と えっと、sinx の、これ複素数ですよね。で,ですから、まあ、きちんとこれは意味がわかるわけです。c o s x と sinx をそれぞれ実部虚部に持つようなものですね。一方で、こちらがですね、定義なかなか厳しいんですけれども、実は大学以上なんかでは、まあ、こちらの方がよく使われるわけですね。それはまあ、工学系とかだと、よく微分方程式とかでも見ると思うんですけれども、きちんと意味があるもので、むしろ、これとこれは別に別に独立に定義されていて、それが等しいというのが、一つ大きな結果でございます。 まずイントロから始まっていきますが、世界で最も美しいというふうによく言われますね。文献の方と,とかだとあんまり知らない方も多いかもしれないんですけれども、まあ、そういう意味でちょっと美しいものといえば、あというようなことですね。代表的な公式として知られていると思います。でこれの出典なんですけど、ファインマンがですね、あのいわゆるファインマンフィジクスの第1巻の後ろの方で結構数学 ののちょっとしした準備の章がありましてそこで、えー、ちょっとだけ書かれているんですねでそれがなんかやたらとですねもてはやされて後ほどあま後、あ、々という感じなんですねでファインマンはもちろんかなり有名なのでそういう影響力があったと思われますで日本の参考書としてちょっと取り上げておきたいのが吉田健先生の「オイラーからの贈り物」という本でございますでこれはなかなかあの一般向けに書かれているとってもいい本なのでぜひともあの参考文献として挙げさせていただきますけれども僭越ながらまああの 興味のある方はこちちらををご覧くください。でいいいつかの例をちょっとと紹介したいと思います。こういう式がまず成り立つということをまず認めて、証明はちょうどありますけれども、いくつかの例を見ていきましょう。例えばですね、e の iπ プラス1イコール0という式ですね。これはあの x に π 代入すればもう出てくるんですね。cosπ というのが、えっと、マイナス1で、sinx、えー、と,というのが0ですから、まあ、イコールマイナス1となって、A、移行すればこんな感じですで。これのとても美しいのは、0、1、e,、eiπ と1回ずつ使って、プラスとかですね、そういうものを使うだけでもこういう意外な結果が出てくる とといいうとっても美しい式で、まあ、こ,ういうこの形式で知ってる人も多いと思うんですけどこれは単純にここに π 代入しただけなんで、まあ、た,ただそれだけの式ですね、まあ、むしろ e の iπ イ上イコールマイナス1と見た方が、まあ、単演習上の動きとか見るとちょっと美しいので、まあ、これをあえてこう書く必要はあまりないんですが、まあ、こんな感じですで2つ目はドーマーブルとかですね複素数内の掛け算についての応用があります例えば cosnθ プラス sinθ というのを、えー、うまいこと計算することができまして、まあ、もちろん n が大きくなるとまあ大変なんですけど 例えば E の iθ イコールの n 乗というのを考えると E の inθ ですから cosnθ プラス i イ,イン n θ になりますね右辺が。こちらは cosθ プラス i イインシー θ の n 乗ですからこれ二項定理でバラバラバラせばまあ例えばえっと n が3ぐらいであればこれの展開をやるだけで 3θ のいわゆる 倍角公式みたいなものが出てくるわけですね。ですから、まあそれそういうものが量産できると、もしくはまあ n と n-1 の関係とか、えー、考えておいて、まあ、機能的に導いていくというやり方もあるんです。けれども、もまあ、そういう美しさがあります。で、他にもえっ、ー、と複数内の掛け算というのは例えばあの。 掛け算2つの複素数をかけるというのはどういうことかというと大きさを倍して変革だけ回転するみたいなことを習うわけですけどそれは c o s タプラスシータという形で書いてこれかけていわゆる方程理を使ってみたいなことをやると思うんですけどこの式を認めてしまうと例えば z 1 r イ c o s タプラスシータと書くとここの部分がまさに e の i タ1なんですねというのはまあこの式なんですけれども意味としてはもうこれ極形式ですから 中心からの距離とその変革なんですけどこの変革の部分が実はこれが完全にいるあの支配していてこういうふうに書けるわけですねでこれ単純にかけてしまえば R1×R2 とこことここで指数っていうのはまあ肩の数足せばいいわけですから指数のかけ算っていうのはいわゆる A の x×A の y 乗イコール のといでとうわけでこんな感じの式が成り立っていわゆる掛け算は掛け算あの大きさは掛け算変革は足し算になるということもこの式を見るとまあ割合指数法則からすぐに従うということです。で3つ目としてはです、ね、微分方程式とかフーリエ解析への応用があります。 で、微分方程式をちょっと習うとですね、こういうものが実は解としてポンポン出てくるんで、むしろこっちの方が重宝するんですけれどもで、これを使ってコサインとかサインの一般解というものを導いたりするんですね。いわゆるディファレンシャルイクエーションの、いわゆる根というようなものが出てくるわけですけど、そこが普通は複素数解な、複素数係数になってしまうんですね。まあ、複素数が解に出てきてしまうんですねで。そうするとコサイン x とかサイン x が必要になるわけです。で、フレー解析の方も、もうこれはもう波そのものの表現ですから、もう言うことはないですね。同じようにあの、 これそのものもを波だと思うわけですでそうすると物理に応用が、まあ、もちろん効くわけで、えー、微分方程式からしても、風エ解析からしてもで。波の表現としては、一番有名なのは e の i×kx-wt、えーまあ、オメガ t ですね。これがいわゆる波数。でこちらが、えー、周波数、うん、各周波数ってやつ、各周波数というやつですかね。 でこれ経由とかでくっておくとこういうふうに書かれることも多いですけれども、まあ、こちらの方が切れちゃきれいですねここに応用があって、まあ、対称性も見えるし、まあ、ここで速さになっていることも見えるしというわけですでこの見方が見づらい方はここに代入してしまったりすれば、まあ、何を表しているかということも分かるでしょうこれはですね波数が K でえっと速さですね各種各,各の速さが W というものです 一応この辺の,あの応用があるということがちょっと面白い式ですね。こ,この一本式を取るだけでも、まあ、いろいろな応用があるということで、とっても嬉しいです。で、えー、ここで参考なんですけど、僕、大昔に同じような題材を扱ってるんですね。で、あのちょっと見直したんですけれども、あまりいい動画ではないなと、個人的にあの今見ると思うので、えー、これからちょっといろいろとですね、改善点は見つかるんですけど、27番の動画でして、オイラーの公式というタイトルですね。でそこでは、いろいろな証明を与えております。数学的な現象をいろいろ見てですね、複素平面とベクト ベクの中でいわゆる掛け算とかあの直行ベクトルとかを考えてこれを証明する考えとかですね、まあ、微分方程式を使ってこれを証明するとかですねあとテイラーの定理を使ってやっていくというようなことですねでテイラーの定理そのものはですね231番から235、まあ、概要欄に貼っておりますけどこういうもの全て、えっと、ここで一応紹介しておるので是非とも興味のある方はご覧くださいで今回は解説を証明ということでテイラーの定理を使ってガリガリにやっておきますで この辺のことを知っておくともうさらっと証明できてしまうのでぜひともこの辺の素養はぜひ持っていてほしいものなんですけれどもまだご覧になってない方はそちらを見ていただいてもいいですけれど,けれども、まあ、そんなもんかと思ってこの動画を見てからでも構いませんのでぜひともよろしくお願いしますというわけで、えー、やっていきたいと思いますけれども以下解説を証明というわけでどういう流れを取るかというとオイラーの機体ととと、えー、複素関数ということです、ね、オイラーがもちろんこれを大々的に表示したわけですけれども。 もともとモチベーションとしてはそらく複素関数に拡張したいということがあったんですね。E の X 上みたいなものは実関数としてはもちろん当時からあったあの考えられていたわけですし、まあ、そういうものを考え始めたのがオイラーなわけでこの E というのはオイラーの E なんですけれどもこの複素関数としての期待がありまして実関数から複素数に拡張したいという動機があったわけですね。で、えー、適当に定義してもしょうがないのであったとすればどうなるかというそういう えっと、美しさを求めて理想を求めて考えていくと、まあ、自然とテーラー展開に代入するということが自然でございましてそういう理論的の筋の,の良さとかですねそういうものから解説していきたいと思います。で厳密についてはですねさすがに高校数学の範疇だけではなかなか厳密性については難しいところがありまして、まあ、実際は大学数学のところで厳密性は担保されるわけですけれども絶対収束とかですねそこから和の交換とかですねあとはあーテーラーの定理とかそういうことをちょっとやっていって。 必要があるんですけれども、まあ、そこは適当に応用に見ておくと、まあ、なかなかあのきちんと理解できるのでまあ、ーラーの定義ぐらいきちんと認めてあれば、えー、自然にえ理解できるものでありますので是非とも最後までご覧くださいというわけで、えー、見ていきましょう。 はい。というわけで、見ていきましょう。まず2つほど準備しておきたいと思います。E についての定義とテーラー展開ですね。E については、こういうふうに高校数学流で与えられることが多いと思うんですよね。ただ、エクスプリシットな表現で、とても、まあ、分かったような気になるんですけど、実はそんなに振る舞いがよくありません。むしろ考え方としては、こういうふうなものですね。つまり E の X 乗を微分すると E の X 乗何も変わらないということがとても重要なんです。で、これがですね、えー、普通は指数関数を微分すると、これ E の X のログ、 A ですからこれ微分するとログ A が出てきてしまうんですねこれに A の X 乗が出てきてしまいますで、これが消えるように実は E というのは設定されておりまして、まあ、むしろですねこういう方な定義の方が実は 正の性質を表していてまさにここからこれが出るわけですけどこちらの方を採用しておくといいわけですねテーラーの定理というのはこういう微分についての表現でして、えー、と適当な振る舞いですね無限回微分とかですねさらにもうちょっと条件が必要ですけれどもそういうような関数に対して0から無限大まで何を足すとそれが復元されるかというと N の解、えっと、微分で A の代入で x a の N 乗、まあ、漢字としてはですね A という何か点を考えたときに 関数がこういう風にあって点 a があって、あった時にこの値を近似したいんですね。この値が知りたいと思った時に、この辺の付近をちょっと見たいなと思った時に、この差 x-a との差をかん。えっとこの x と a との差を考えて。 この多項式で禁止しようというわけです。fx という形が難しい場合、多項式ならまあ電卓とかに載せれるわけですよね。でこれを、えっと、x-a の0乗、x-a の1乗、x-a の2乗というふうに足していったもので、係数はまあ適当にこういうものになっておってで、こういうふうな和で得られるということですね。でこういうものがどうして考えられるかというと、まあ、実はですねあのここをよく見ると理解できると思います。ここの部分だけ見ると、接線なんですね。fa+,f'a す、F A まあ、1回部分の x-a、ここだけ取ると、ですねこれ y イコールでつなぐと、 まさにに A ででの接線になるわけですでこの接線はどういうふうなものかというと、その規格的に接線だからとかそういうことではなくて、一時禁止してるわけですね。この付近で、A の付近で x-a と一時、一時関数であの禁似しているということです。もちろん FA そのもので禁似だと思えば、これは定数関数で禁似しているというわけなんですけど、まあ、これでは禁似になってませんね。でもううちょっっととよくしようと思ったら一時関数で、えーえー 禁するとでもうちょっとよくしようと思ったら2乗で、えー、禁じす,するというわけでそれを無限回行うと元に戻るということを保証しておりますもちろんですね全ての関数に対してこれが成り立つわけではないのでちょっと注意しが必要なんですけどもちょっと厳密な展開は放、えー、っておくとして考古数学では基本的に無限回微分だしこういう生息関数のものしか出ないのであまり気にする必要はないと思います で特に a ロでマクローリン展開とか呼ばれるんですけどこれちょっと数学的な話になりますが、まあ、あまり意味数学的にはまず意味がないですねイコールゼロだけ特殊に扱うというのはまあ歴史的な意味がある種あるっちゃあるんですけどそれでもですねテイラーさんがの弟子なんです確かマクローリンさんってでそこの盤を張っていただけなので、まあ、マクローリンさんがやたら有名に大陸の方では有名になったので名前が残ってますけれども。 まあ、テーラー展開だけで十分です。マクローリン展開と、えー、の言いたくなる気持ちは分からないでもないんですけど、あの数学的に意味ないので、数学科の人はあまり使わないですね。で、えー、そういうわけで、オイラーの施策ということで、こちら側に貼っていきましょう。もう証明ですね。で、施策としてはですね、オイラーおそらく複素関数への拡張を考えておりました。先ほどと同様な感じになってしまいますけれども、まず E の X 乗、実数関数,数,関数だとしては、まあ,あ、こういうことが分かっていたわけですね。E の X 乗イコール、こういうような式です。というのは、微分しても変わらないわけですから、えっと、 A としては0、まあ、つまりマクロリン展開なんですけど A が0、まあ、原点付近で禁止しようと思ったらこういう式が成り立つわけですねというのはこの微分係数が全部変わらないわけですからこれに0代入したら、まあ、ずっと1なんですよねですからこれ全部1で N の解除分のこれしか出てこなくてこれになるわけですで同じようにコサインとかサインというかいうのも、まあ、4回周期になっているわけですよねですからまあ係数も割合簡単にあの決定することができます1回微分するとサインになってもう1回微分するとコサインに戻って、えー、マイナスとか出てきますけど まあ2回微分するとまたコサインが出てくるので0、まあ、代入したところとかだとそこれしか出てきませんつまり偶数しか出てこないまあ偶関数ですからね偶数しか出てきませんで奇数奇関数の方も奇数のところしか出てきませんで点点点ですねで書き方としてはまあこういうふうに書くわけです n が偶数の時で n の解乗分の x の n 乗でその半分のところですね2回やると1回出てくるのでまあそんな感じですでこちらの方も同じような感じで奇数 の時はこういういに、まあ、どちらでこのちょっと2通り書いてますけれどもこちらは、まあ、あの n として書いておいた場合でこちらは偶数っぽく書いたわけですね。この n とこの n ちょっと意味違うんで気をつけてください。偶数というのを前面に出すと、えっと、2分の n ではなくて n ですね。でこちらは、まあ、こちらはこんな感じですね。で奇数の時はこうですね。 で、こういうふうな表現が、まあ、あの皆さん手を動かして見てみてください。こういうテーラー展開からすぐに得られる結果です。もう本当に微分さえできればこれが得られてしまうわけですね。で、ここでですね、なんか似てるなと思うわけです。もう係数が全部1でですね、解乗分の1がしか出てきていません。で、これをよく見ると、実はここに複素関数として、ここに、 複素数を代入してもこれには意味があるわけですね。ですからこれを定義とした場合に、その iX、つまり複素数、iX、X、を実数として iX というものを代入するとどうなるかというと、ですねこれ実は一致してしまうんですね。まあ、1たす iX を入れて、たす2の解乗分の iX の2乗、3の解乗分の iX3 乗というふうに、点点点となるわけですけれども、これがですね、i というのは4周期なんですね。つまり i というのは、 ルート1-1と書かれますけれども、まあ、これはあまり良くなくて、まあ、こういうふうになるわけです。で i の4乗イコール1なわけですね。で、これ単円でいうところのここに対応するわけですけれどもこれって4周期なんですね。1、2、3、4。ですから、まあ、これ4周期のところで全く同じものが出るので、まあ、ここでぶった切って考えてみるとここでは 1i でそのままですね。2の解除分の分 i ののの乗乗が出てきますからマイナス1の x の2乗でここはまあそれに i がかかるだけなのでマイナス -i の3の解乗分の x の3乗が残ってで i の4乗は1なんでここはまあ的に戻るんですねでこれを4周期で元に見てみると、まあ、4周期で同じものがこれとほぼ同じものが出てきて違うのは虚数で出てくるのはここだけなんですねでここを分けて考えると1これでこれこれなんで,で最初これとこれがですねまさにここに一致してるんですねで他と一緒なんですね、まあ、この辺もですね で、今度こっち見てみると、これ i で括っておくと、x-3 の解乗分の x の3乗プラス、点ん点というふうになってるわけで、これはまさにこちらと一致してるんですね。で、これきちんと確かめてみていただくと、実は c o s ン x プラス i サイン x になっているということがすぐにわかります。つまり4周期なので、まあ、4周期ごとにきちんと分けて考えてあげれば、まあ、こういうことがすぐに出てくるわけです。というわけで、まあ、もうこれだけなんですね、証明というのはね。ですからもうほぼ主力検査なわけです。テーラーの定理がわかっていれば、もう本当に主力検査です。で、厳密性についてのちょっと注釈をしておくと、 まあこういうところであの。 あとこのテイラーの定理の主張そのものですね。でこれはですね、まあ、大したことはないのでまあ、皆さん、まあ、ちょっと関数論といいますか微積分の処方の処方を含むのでちょっときちんと証明しようとすると確かに長くなることは長くなるんですけど、まあ、こういう先ほどの近似の意味合いで言えばも,うもちろんテイラーが発見したようにそういうふうな感じで直感的に理解することもできますし、まあ、振る舞いのいい関数であれば正しいことは正しいです。でもううちょっととと厳密性のこころを進むとこう ひっくり返したりですね、輪の順番を変えるというのは絶対収束ということによって、えー、担保されるわけで、その辺はですね、まあこの理論をやるうちにまあもうほとんど含まれてしまうんですね。等比級数、まあ、つまり等比数列の輪については、実はその収束半径内で。 えー、一応収束するということが分かっています。絶対一応収束するということが分かっています。で、この辺の関数全て半径無限大なんですね。えなのであの、そういうことも全然、まあ、構わないということだけちょっと注意しておきましょう。大学生の方で見ている方はその辺をご覧くださいあの。関連書籍を見てみてください。というわけで、えー、一応証明も完了しました。はい、というわけで、えー、お疲れ様でした。先ほどのですね、この証明はまあ大したことないですよね。見てしまえば。あとは紅葉の方なんですね。むしろ微分方程式とかオイラーの 公式をですね、まあ、具体的に使っていくという方の方が、まあ、とっても重要なので皆さんそちらの方を習熟していただいて、まあ、これからの展望、まあ、ここは基礎の基礎ですからもうどんどん勉強して進んでいってくださいというわけで、えー、この動画が面白かったためになったと思った方はぜひともチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いしますというわけで次の動画もご覧くださいさよなら